はい。皆さん、こんにちは。マナリルイジです。では、今回は、信長の野望大使パークと斉藤家攻防物語の続きをやっていきたいと思います。前回、上杉家討伐、本格的に開始したんですが、武田がね、上杉と一旦和睦をしたので、我々も同じく和睦をしています。で、もうすぐその和睦が明けますので、和睦が明けたらね、再び、戦争をね、仕掛けていければいいかなと思っています。で、各国の状況なんですけども、まずは、同盟国、武田、総兵力28万。一方、上杉が6万と、だいぶ武田に対して見劣りしてるんですけど、謙信の武力統率が、まあ、半端ではないというのと、あとこれから、やっぱり上杉領での戦いが多くなっていくと思うんですけど、上杉領の場合だとですね、展開できる兵力が、仮に10万を率いていても、2万までとかね、そういう、狭い戦場が多いので、必ずしもこの兵数が勝っているから有利に戦いが進められるかというと、そういうわけでもないのかなというふうに思っています。さらにね、強力な大名、特に国衆将兵とか持ってますからね、謙信は。で、今回、まずは時間を進めてですね、和睦が明けるのを待ちます。武田は伊達とも戦争を始めてるので、果たしてそこまで兵力が持つのか、兵糧が持つのかっていう心配もありますよね。いくら武田が強力だと言っても、大兵力を同時に動かすにはかなりの兵力と、それを支える相当量の兵糧が必要になりますからね。我々もすぐに兵を動かすので、お金と兵糧は温存します。早速、信玄が謙信に宣戦を布告。我々もこの次のターンで和睦が明けますので、謙信に対して宣戦を布告していきます。勝頼が下げす際と米沢城で戦うのか。いやー、ガンガン攻めていくね、武田は。しかも、ここでは武田が伊達に後陣を配すという結果になってますね。やっぱ攻める方が大変ですからね。で、信玄自ら4万5千の兵で斎藤、これを叩けるかという戦いは、信玄が勝利。このままおそらく、富山城ぐらいまでは進軍をするんじゃないのかなというふうに思います。さて、では我々も、謙信との和睦が明けますので、すかさず、戦線を布告し、攻略戦を始めていきましょう。戦線を布告。ただ兵糧がね、16万あるとはいえ、大軍を動かすとあっという間に溶けてしまうので、短期決戦で城を奪ったら和睦。短期決戦で城を奪ったら和睦というのをね、繰り返していければいいかなと思ってます。なので、兵糧をね、ちょっとでも獲得するための、内政はやっておきましょう。で、軍を動かします。そうだな、どこに攻め込むかですが、おそらく富山城までは一気に信玄が進撃をすると思うので、我々としては根知城に行くのか、謙信のいる春日山を狙うのか、松代を狙うのか、松代にしましょうか。ここに兵を送り込みます。で、辰沖は使えないので、辰沖外しで総大将を光秀に任せ、総兵力4万8千。これを向ける。で、さっきお話したように、この謙信の領内って大軍5万を率いていても2万しか展開できないとかっていうケースが結構あるので、そうすると、五詰め決戦で負ける可能性があると思います。なので、大詰め決戦で負けたとしても、さらに追加で軍が出せるように、秀吉1万6000を出しておきましょう。で、1万6000だと数がちょっと心配なので、もう少し兵力があるところから、出しましょう。信勝。大津城と御所から軍を出していきましょう。これで2万5000ですね。出陣します。
万万が1、光秀5万が負けた場合でも、五詰めの、我々にとっての五詰めの、秀吉、これがね、叩いてくれれば OK かなと思います。本当に国衆将兵、強力な対名ですからね。兵力、勝っていても一瞬でひっくり返されるので、謙信の持ってる対名は強力なものばかりですね。魚津城に謙信が2万5000で来る。まあ、魚津城は差し出してもいいかな、この際。我が義には、毘沙門天の加護ぞ宿れる。というか、むしろ、敵がそっちに来るなら、我々は魚津城で敵を迎え撃つという手もありだよな。魚津城で敵を迎え撃と、謙信を迎え撃つ。先月の終始です。で、ここで謙信軍を撃破できれば、一気に我々にとっての戦況が優位に進みますね。方針を一転送しましょう。一応大宴会も発動しておく。ここで万々が一ね、寝返りが出ると厳しい状況になりますからね。大谷義次が士官か。統率90、知略89、含め、バランスが最高だな。全員登用しましょう。片付けない。ご命令を。で、この後ですが、魚津城で謙信軍2万5000を迎え撃って、そのまま、進撃を進めるという流れかな。富山城はもう一瞬で武田が取ってますね。猛攻号令を発動してきたが、謙信軍本当に強力だよな。さて、謙信2万5000が魚津城に来ていて、光秀4万8000が魚津城に向かっている。秀吉はこのまま根知城に向かうという流れか。これ、根知城ではなくて、春日山に向かうとどうなる？春日山に向かわせましょう。力を立ててみ、報告いたします。先月の、これは魚津城の戦いで展開できる兵力が6万9000とかだったと思うので、倍近い兵力が展開できる我々の方が圧倒的に有利になるな。正直謙信と合戦を普通にやりたくない、勝てる気がしないというのがあるので任せちゃいましょう。よし、これで謙信を撃破できる。浪せずして。しまった！間違えたー！しょうがない。ここは自分たちの力で勝ちましょう。合戦です。本当は AI に任せたかった合戦なんですけど、始めてしまった以上は確実に勝ちたいので、今回の作戦はですね、まずは、今のマップでいう画面の右上にいる部隊、これに対しては、もう、徹底して柵5個で侵入を防ぎます。その間に敵のこの左側にいる3つの部隊ね、これを殲滅するという作戦でいきましょう。では早速その作戦通りいきます。始めるぞ。強力な謙信軍を叩くにはこれくらい極端なね作戦を打っていきましょう。敵の居場所が知れました。まずはこの敵のね、別動隊を徹底的に潰す。覚悟してもらおう。ゲチ。さあ、我々の鉄砲水であり、泥沼であり、柵であり、前火であり、そこにはまってろ。今ぞ攻め込め。その間に敵を壊滅させる。やりたい。前へ。叩き潰せ。
一応今のところ我々の作戦がハマってる。キリンも発動する。これで一気に敵を壊滅させよう。まずは敵のね半分を完膚なきまでにね潰してしまいましょう。で兵数の有利を確実なものにしていきます。完全なる格好撃破戦、なんか珍しくハマってるな。大概合戦下手くそなのでしょうもない戦いになることが多いんですけどね。さてそしたら一度カズマスを敵が突破してきた部隊にぶつけましょう。剣心も突破してきたね。ついに下がる敵にぶつかる必要はないので突進してくる敵に戦力を集中します。で出たり入ったりしてくる煩わしいやつがいるようであれば直政を備えていきます。4倍の兵力があればさすがに勝てるだろう。キリンを発動。逃げる敵は追わない。来る敵だけを叩く。よし、剣心が撤退中に前火にはまってくれた。やりたい前で戻ってくる敵に対しては格好撃破でいいでしょう。始めるぞ。叩き潰せ。心配なのが光秀がやられるのが心配なので、光秀がやられないように光秀はちょっと下げましょう。あとは時間が解決してくれると思います。はい、今回は珍しくあの剣心を相手に完勝できましたね。もちろん兵力が上回っていたというのはあるんですけど、それ以上に策がはまりましたねという自画自賛です。さあ28,000の兵が残っているのでこれで蹂躙していきます。一応この後和睦を視野に入れてるので捕らえた武将は解放します。すまねえな。では根知城、光秀は根知城へ手を打ちましょう。で、秀吉は春日山へと向かいます。なお敵まだ 2,3 万の軍は展開できるからな。油断はまだまだできないですね。ただ勝頼が松代城の攻略に入ってくれてるのでこれはこれで大きいな。ただここで武田包囲網が作られてしまうのかや。今川が武田包囲網に参加する？やってくれるな。何？六角との同盟が切れた。しまった。報告いたします。剣心との戦いに夢中で。先月の終始です。六角との同盟があと1ヶ月で切れますよってアテンションを、迂闊にも見逃してしまってましたね。これ今、六角が我々に兵を挙げてくると、かなり厳しいことになるので、これ、同盟もう一回、結び直せない。やってくれるな。親善も受け付けないよな。いや、これもうさ、歯向かう気満々だよね、この六角。そうか。しょうがないね。さあ、根知城、春日山城の攻略戦。
始めていきます。まあ、方位で74日か。2ヶ月今日。すごい強固な城になってるね。春日山城も同じでしょう。方位で67。2ヶ月。報告いたします。兵糧が2ヶ月持つかどうかちょっと微妙だけどね。表情に出てくる家老クラスの武将たちはもう優秀も優秀、間違いない武将たちが揃ってるんで、さてと、根知城の救援に来るのか敵は。松代城はもうあっさり勝頼が取ったな。勝頼は次どこ狙う気なんだろう。もうこのまま踏み潰せれば上杉軍を一気に壊滅できるんですけどね。ではちょっとね、このまま温存していきましょう。信玄もここで強力な風林火山を発動。武田軍も火の車だとは思うんですよね。こんだけの大軍を多方面に展開するとなると、兵数しかり、兵糧しかり。根知城の救援に来た部隊は全軍を持って潰す。負けるんかい。これなんだよね。恐れてるのが。根知城の戦いは敗戦か。しょうがないな。春日山を落とせればいい。強力だな。上杉軍、兵糧を考えるとさらに兵を出す余裕はないよね。いや無理をしてでも出そう。兵糧を買う。取引を行いましょう。取り計らいます。ここはもう後期中の後期、叩ける絶好のチャンスですからね。さてここも全軍を持って迎え撃つ。この知恵で押し上がってみせるわ。かたじけない。よし、春日山城を取った。春日山城を取った以上、あとは一気に押し込んでいく。憎き斎藤。では、ここからね、一気に上杉領へ進攻をかけていきます。はい、ここでね、兵糧がようやく入ってきましたね。苦しかった。ただ順調に順調に上杉を追い詰めつつあるという状況なので、ここでですね、一気に畳みかけておきましょう。その前に金が全くないので兵糧をちょっとでも売って、で万難を排すという意味で神前をねしっかりやっておきます。信玄に対してもね、あるいはその他毛利上総壁、こういったところにしっかり神前を行っておいて、
万々が一というね、不測の事態に備えましょう。まあ、ここまで来て敗れるつもりはもちろんないんですが、残った上杉の城は、平林城のみですね、無事なのは。このまま、押し潰しましょう。本当に序盤ね、順調に進んでいたのに中盤、将軍家の強力な対命で、徹底的にやられましたからね。そこから武田の力を借りて、ここまでなんとか盛り返してきたので、このまま一気に終わらせましょう。秀吉が平林城に軍を出す。で、今、根知城を攻略中。これで決める。報告いたします。これより表情を行う。これにて表情を終え。このまま行きます。ご命令を。でね、この後まあ、ハゾバヤン4の現代モッドがね、新しい DLC レジスタンスにどうも対応していそうなので、そっちのプレイもね、開始していこうかなというふうに思ってるので、信長の野望はしばらく、お休みさせていただいて、この後はですね、大氷試練、これは引き続きプレイをしつつ、まあ、あとは、三国志14。これがですね、おそらく新しい DLC。銀影モッド、モッドじゃないですね。銀影の DLC がさらに追加配信されると思うので、そちらもね、プレイの方はやっていければいいかなというふうに思っています。毛利も敵多いね。長宗我部や、さらに大友、龍蔵寺。そういったところと戦ってるんだな。ここは、交渉かな？交渉で一気に終わらせよう。義明を出して、降伏勧告。よし。平林を取ったね。これで、あとは家康が囲んでいる城を、攻め落とせば謙信を滅ぼすことが完了ということになりますね。元成がここで死ぬのか。後継は高本ですね。報告いたします。下地を。さて、これで上杉家が滅亡しました。もうすごく苦労させられた。謙信をね、ついに、まあ、最後の、最後は、武田家配下、松平元康。後の家康に美味しいところは持っていかれましたけども、無事にね、今回の目標を達成することができましたので、今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。最後まで応援していただいた方、本当に、ありがとうございました。また、信長の山はね、違うコンセプト考えたら、プレイはしていきたいと思いますので、その時、また、見に来ていただければ嬉しいなというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あと、アドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。